こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はメルセデスベンツ B クラスをご紹介したいと思います。こちらですね、3世代目の B クラスとなるんですが、ずいぶんスポーティーな印象になりましたよね。これまではまあデザインは A クラス、実用性は B クラスなんて言われてきましたけれども、今回はですね、デザインも実用性も兼ね備えた、そういったスタイルになったっていうことなんですね。まあ、いい意味で A クラスと似てるかななんていう感じもあります。では実用性が上がっているということなので、ちょっとね、まずはラゲッジを見てみたいと思います。鍵を持ってここで足を動かすと、はい、開きました。おお、やっぱりね、 A クラスより背が高くなっている分ラゲッジも広々とした感じがありますね。容量的には330リッター増えてるってことなんですけれども、ではですね、最大ラゲッジの場合どれぐらいね、開くのか見てみたいですけれども、ちょっとシートを倒しましょうね。まあ私だとギリギリかな届くのが、後ろにねちょっとこうあるといいんだけど、よいしょ、はい、424分割なのでフレキシブルにはね対応できます。やっぱり倒すと相当広いですね、うん、かなりの荷物詰めそうです。ではインテリアなんですけれども、やっぱりメルセデスですね。すごく今ちょっと呼んでないんで、なんていうのかな、きらびやかというか、ディスプレイもドーンとしていて、すごくこの迫力のある、インテリアになってます。でですね、こういったところ、このタッチパッド使うのにこの手を置くところがあったりとか、ここもこう、こういう動きなんかがまたメルセデスらしいんですよね。非常にすごくね、満足感のいく高級感のあるインテリアだと思います。車の中で普通にはいメルセデスみたいな話をすると、何回も何回も呼んでくるんですねはい。リアシートの空間思ったより広いですね。しかもね、シートがすごくしっかりしてます。でこの部分がね、うまく盛り上げられているので座面が長く感じるんですよ。なのでね、大柄な男性が座ってもこの膝の前も余裕がありますし、狭さ全然感じないでしょうね。ユーティリティ的にもここにまた充電用のね USB が来てたりとか、まあ全席の人が、取り合いにならずに使えるように、ちゃんとそういう細かいところまで配慮が行き届いてます。さて、走りに出てきましたけれども、今日乗っているのは、B180 というグレードですね。1.4 リッターの、ターボエンジン、136馬力のトルクが200ニュートンメーターということなんですけれども、まあ過不足なくっていう感じでしょうか。これね、ドライブモード切り替えられるんですけど、実は私最初走り出した時に、あれ、ずいぶん前出ないなと思ったらエコーに入ってました。エコーだとさすがにね、ちょっと物足りなさがあるんですけど、今これコンフォートにしたんですが、コンフォートだとですね、あ、この車のね性格よく出てるなっていう感じです。じゃあちょっとスポーツにしてみましょうか。あ、音変わりましたね。ほう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 、あ、こうなるとね、ちょっとやっぱり同じアクセル回路でも余力が感じられますね。で、もう一つはインディビジュアル、自分でお好みで変えられると、まあ、4つのね、ドライブモードが選べる設定になっています。で、乗り心地なんですけれども、まあ私がですね、前に乗った A クラスが18インチタイヤがついていたので、もう少し硬かったんですよね。それと比べるとずいぶんマイルドというかいい感じですよ。でもこのボヨンボヨンっていうね、ふわふわ感もないですし、まあ本当に毎日日常生活で使うのにちょうどいい乗り心地かな。今みたいなこうつなぎ目乗り越した時の収まり感もいいですし、なんか非常にこなれた感じがしますよね。なんか随分A クラス乗った時の印象とは違います、ちょうどいい感じです。ちょっとアクセルペダルにぐーっと力を入れるだけで、十分加速していきますね。
ゆとりも感じられるぐらいです。でこれ CD 値がですね、背が高くなってるんですけれども 0.24 ということで、高速走行した時の抵抗値も少ないということで、まあ、気になる燃費 15.0 という数値が出ています。でこれあの WLTC モードで高速だけに限ると、17を超えてくる数値が出てますんでね、やっぱりこのあたりは7速 DCT が組み合わされてるっていうのも、一つアドバンテージなのかなと思います。いや今度の B クラスですね、まあ、見た感じは、まあ、パーソナルカーなのかななんて私思ってたんですけれども、実際乗ってみると後ろの席は広いし荷物は積めるし、またインテリアなんかは非常にゴージャスでくつろぎ感もあって、ファミリーでも十分使える車だなというふうに思いました。まあ、ヤングファミリーから子育て終了組までですね、幅広い層に受け入れられそうな1台です。